はい、皆さんこんにちは、いかがなおすけです。あなたのスキルをエクセルでエクセレントにしたい、始まってまいりました。じゃあ今日は、予告もあった通り、あのファインドメソッドっていうものを皆さんに紹介をしたいというふうに思います。はい、いろんなまたね新しいものが出てくるんですが、それはおいおいちょっと説明をさせていただければなというふうに思っております。まあそれを全部やっちゃうとすごい時間になっちゃうので、今回はファインドメソッドだけを皆さんに説明をさせていただきたいというふうに思います。はい、じゃあパソコンの画面に行きます。はい、それでは早速やっていきたいと思います。はい、今日はあの冒頭で説明しましたファインドですね、今080、070、それから090の携帯番号がずっと並んでますよと。で、090を、探して色をつけたいと、まあ、巷でファインドで検索すると大体こういうサンプルファイルが見つかってきます。で、私の、ね、コンセプトとしてはですね、巷に転がっていないあのサンプルファイルを用いて皆さんに、なんていうんですかね、ご紹介をしたいというふうに思ってるんですが、私ね、あのね、ファインドメソッドってね、あまり使わないんですよ、アクセス以外の、アクセスの時は使うんですけど、で、たまたまね、アクセス、ファインド出てきちゃったから、まあ、Excel でやったらこうなるよっていうことを、やろうと思って今日やったんですけど、なぜファインドを使わないかっていうことをちょっと後で説明をしたいというふうに思います。はい、じゃあ色つけてみましょうと、ポンとやると、はい、090のところ色がつきましたよっていうことになります。で、080、それから、070のところはこれは色はつきませんねということになりますね。はい、で、コード自体はこのようになってます。まず、変数を宣言します。あのレンジと A アドレスっていう風にして、ちょっと今僕失敗したなと思ったのは、レンジの変数を A に指定したのにアドレスも A つけちゃったから、ちょっと あまり分かりやすいコードではないとは思うんですけど、これもね、with ステートメント、with、これ使ってますので、with 絶対に覚えてください。非常に便利なものになってますのでね。で、with レンジの2の、リレーション、リージェン、カレントリー、カレントリージョンだ。カレントリージョンのリライズの、オフセット、リライズの、1のオフセットの括弧1という風になってますね。で、僕はあまり皆さんにこの書き方はちょっとね説明してなかったんですけど、ここ実は1が入ってます。なんで1って省略できるんでしょうねっていうのがね、あるんですが、最初の1はこれ多分省略していいはずです。これ明確的に誰かで教わったわけでもないんですけど、間違ってたらコメントください。最初の1は僕省略できるもんだっていう風にして自分の中で覚えたので、違ってるかもしれないですが、これ1はね省略できます。よくねちょっと話それるんですけど、中学校で分数のわからない子って結構いるんですよ。そうなのと思うかもしれないですけど、方程式が解けない子って大体分数がわからないんです。で、例えば100っていうのを1分の100っていうことが分かってないんですよね。はい、よく逆数かけるとかなんとかっていう時に、この1分の100っていうことがちゃんと理解できてないとダメなんですよ。で、この1分の100を理解すると分数って面白いように解けるようになっていくんですよね。よくその子供たちにね、君がコンビニエンスストアで、コンビニとかでねコーラを買った場合、今コーラ、まあ、昔100円だったんで、僕が講師をやってた時はね、その時に、コンビニに行ってコーラ1本くださいって言ったら、はい、1分の100円ねとは多分店員の人は言わないよね、だから1って省略できたんだよ。で、たまにこうね、性格の悪い子もがね、突っ込んでくるんですよ。それいつ決めたのっていうふうに。だ、君の生まれる前に決めたんだよっていうふうに言うと、なんかしらみんな理解してくれましたね。まあまあ、そんなことはいいんですが、これ1は省略できるんです。多分。違うってやつはコメントをください。僕わかんないんで、はい、すいません。めちゃくちゃな、紹介をしてますけどね。で、ファインドを作るときには必ずこのファットっていうのがつきます。ファットで090を探しなさいと。で、その、not nothing でこれ二重否定になってるんですけど、もし最初の090を見つけたら、アドレスは、
色を塗ってねっていうふうにこっちの方から書いていってるんですけど、ここもちょっと難しいですかね。これを見つけたら、そこのリライズの、オフセット、これ色を塗る場所を指定します。つまり、ここの場所を指定しますね。この場所をピンク色にしなさいねって。でもう1個セットで A をします。で、Find Next、 つまり何を言ってるかっていうと、また090をもし見つけたら、そのアドレスは違うんだよ。つまりここで1回090を見つけたら、今度は、またさらに下のアドレスからずっと090を見つけるまでループさせなさいよっていうふうに書いてます。いいですかね。で、なんですよ。で、なぜ僕がこの Find メソッドを Excel で使わないかっていうと、Excel にね、これね、あまり適してない、僕のやりたい業務にあまり適してないっていうことなんですよね。なんでかっていうと、ですね、僕1回、業務上で090から始まる携帯の番号と080から抜く、始まる携帯番号を抜いてデータベースを作ろうと思ったことがあったんです。で、その時に何かを見つけろって言った場合には、ファインドメソッドで確かいけたなっていうふうに思って、一生懸命複数条件のことをやってたんですが、なんとファインドメソッドでは1つのものしか指定できないっていうことが分かって、なんて言うんですかね。これと同じコードを080の場合にはもう1個作んなきゃなんないんですよ。わかりますか？この1個しか指定できないんです。なので、もしも複数でやるんだったら、ちょっとね、最近紹介した forEach っていうのを使わないとダメだっていうことで、僕は大体 forEach を使ってやるんですけど、Find メソッド、アクセスでは僕よく使うんですけど、Excel ではちょっとあまり使わないかなっていう感じがします。で、この Find メソッドと、この Find Next っていうのはどこでやるかっていうと、確か動画でですね、カード出しておきたいと思うんですが、レコードある限り検索とかっていう、1というものに、会員ナンバー1っていうふうにもしもあったとしたら、そのデータベース上で会員ナンバー1がある限り、フォーム上、検索フォーム上でどんどん出していくっていうものがあるんですけど、その時もなんか使って、すげえ便利だなっていうふうに思ったんですが、単票形式ではなくてデータ形式でやっとけば全部引っかかるんで、あまりなんか僕は使わないかなっていうような、ことをExcel で痛感したし、アクセスでもちょっと痛感したんです。使う時は使うんですけど、で、もう1個なんですけど、もう1個ね、覚えとかなきゃなんないのは、これ、アドレスで、レンジとアドレスで指定してるっていうことは、ファインドは、その入った、そのセルを見つけに行くんですよね。わかります？例えばここに T という文字が入ってて、こういう状態で、D の2に入っている T の文字を見つけに行くのか、この値が入ったそのセルを見つけに行くのかっていう、ちょっとこの区別が、ファインドは必要になってきます。で、ファインドっていうのは、この080が入ったセルを探しに行くんですよ。セルを探しに行くんです。なので、こういう書き方をするんですね。これ始めちゃうと多分1時間ぐらいかかっちゃうんで、ちょこっとしか説明しないんですけど、で、僕が一番初めにやったその VBA で、なんでこれわかんねえ、わかんねえ、なんでこのエラーが出てくるんだろうって言った時は、ここのセルを指定してるのか、文字を探しに行くのかで、この文字を探しに行く VBA で、アドレスで指定しちゃうと、オブジェクトがありませんとかっていうような、とてつもないエラーが返ってきて、オブジェクトがありませんってか、みたいな感じになってね、5時間ぐらい悩んだ記憶があります。で、オブジェクトがないっていうことは、もしかしてこういうことかなっていうふうに思ったら、やっぱり当たってて、セルのこの中身を探しに行く、その中身の値を返すのと、セルの
このセル自体の値を返すっていうので書き方が違うっていうことですね。ファインドメソッドと他の VBA を比較して気をつけなければならないことはここの部分になります。ファインドっていうのは、なかなかこうね、ファインドで指定して、じゃあ次を探せっていう風にしたら、そのファインドネクストで簡単に行くんですが、複数条件を指定して探すことができないということね。それからもう一個は、このファインドっていうのは、その090の入った値ね、090の入った値のセルを探しに行くということで、決してこの中に T という文字が入っていたとしたら、この、D の3の T を探しに行くんじゃないっていうことが非常に重要なことですね。そしてもう一個、このね、カレントリージョンリライズオフセットっていうのは、このデータのある限りっていうことを指定します。ちょっとやってみましょう。ですね、はい、ここに例えば同じものをポンと貼ります。で1個隙間を開けます。そしてドーンとやると、この空白があるので、このコードは空白まではやってくれるんですね。はい、じゃあこれを削除したらどうなるのかと、全部やってくれる。つまりこの、カレントリージョンリライズ、うんたらオフセットっていうのは、ここの84番目までをデータベースと認識してやってくれるっていうことを覚えておくと、非常に汎用性が効くというふうに思いますね。ここのね、これ、これ、隙間ないデータベースを選択するっていうのは、このカレントリージョン、リライズの、オフセットで、指定ができるということになります。でこれはちょっとね、また近いうちに、ご紹介をしたいというふうに思います。それから私のサンプルファイルを買っていただいている方は、これはすぐ私のホームページ上にアップしておりますので、どうぞ参考にしてください。ブログにね、するにはちょっとまだまだ時間がかかってしまいますので、なんか目印をつけて、11月21日に動画みたいな感じでサンプルファイル置いておきますので、持ってってくださいかね。もし見てたらなんですけど、どうですかね、私が、買っていただいてる方に、メールでサンプルファイル送ってもいいんですけどね。まだ人数少ないから、これ100人200人だったらさすがに厳しいですけど、まあ、そんな買ってくれると思わないんで、まあ、ご希望あったら、メールなりコメントなりいただければ、皆さんの言うようにしたいというふうに思います。はい、じゃあパソコンの画面はここで終わりたいというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうかね。ファインドメソッド、まあ、皆さんのスキルにしていただければ、どこかで役に立つこともあるかと思いますので、しっかりとは、皆さんの、スキルにしていただければなというふうに思います。はい、ですね、まあ、ここから雑談なんですけど、3日前ぐらいですかね、VBA を勉強するにあたってどうしたらいいですかっていうのがね、これまた Yahoo の知恵袋であったんですよ。で、私回答したんですね。どういうふうな回答をしたかというと、まあ、その方は一回 C 言語かなんかでプログラム挫折したらしいんですが、会社にあるファイルをメンテする人がいなくなって、どうしてもこの、ファイルだけは残したいということで、自分自身で頑張って勉強しようというふうになってたんですね。で、私の回答はですね、これ皆さんにも言えることなんですけど、VBA で何かできるからといって、それでね、まあ、スキルアップっていうことはできると思います。ただこれ月給が上がるかどうかはこれ話は別。ただし VBA ができれば、VBA ができるっていうことと、それから、まあ、会社のパソコンにほとんど、おそらくなんですが、オフィスのプロが入ってると思うので、アクセスも入ってると思うので、Excel が、VBA が分かって、アクセスも少々使えると、結構便利になると思います。なので、会社で便利な人っていうふうに思われます。まあ、私はあまり重宝されてないです。あまり性格も良くないので、ね、まあ、あまり会社の人とそんなに、VBA のこととかっていうのは話さないですね。っていうか、
なんて言うんですかね、みんなが分かっていればいいんですけど、それ僕しか分からないってことになると、何回があったって全部僕のところに来るんで、一回それやってたんですけども、本当にね、もう面倒だなっていうふうに思うので、今あまりやってないですね。で、会社の便利な人になるぐらいだったらですね、会社の便利な人のレベルになるんだったら、アビバに行ったらね、なんか20万かかるみたいなことを言ってて、たっけーとかと思って、テキスト代で6万円とかってね、じゃあ、俺なんか別にそのテキストくれたら、俺が全部解説して6万円くれたらやるよとかっていうふうに思ったんですけど、本当に高いですね。皆さん自分でプログラムっていうかね、VBA のコードを組んでて分かると思うんですけど、僕、アビバを敵対するつもりは全くないですよ。他のね、パソコンスクールも全然、そういうつもりは全くないんですけど、その学校で習ったものを、じゃあ現場ですぐ行かせますかったらね、それは多分無理だと思います。うん、無理だと思う。なので、会社の便利な人になりたいぐらいのレベルだったら、僕の動画とヤフーの知恵袋で十分だっていうふうに答えたら、なんかベストアンサーをいただいたんですけどね。ね、会社の便利な人でいいんだったら、本当に僕の、レベルぐらいだったら全然僕の動画でいけると思うので、まあ、20万あるんだったら、皆さんの貯蓄にするなり、自己投資するなり、家族でご飯、美味しいもの食べるなりっていう風にやった方がいいんじゃないかなっていう風に思います。ただ、で、それを書いて、あ、いい答えを出したなっていう風にしたらですね、同じチャンネルを、僕と同じ系列をやったら、たくやさんっていう人がいるんですけど、皆さんね、見てあげてくださいね。僕よりも全然説明の上手い方がやってらっしゃるので、そのたくやさんが、プログラムのコードで、年収別の表をツイッターで出してたんですよね。そしたら、なんと VBA は5位にありまして、Python を抜いてるんですよね。だから、VBA ってまだまだ、捨てたもんなんじゃないなっていうふうに思った、最近でございました。で、なんて言うんですかね。今日もちょっと、ループのところで、なぜ、4NEXT を使わないで、Do While を使うのかっていうことを説明したときに、上手い人がこういうふうに書いてたからっていうふうに僕言ったんですけど、VBA はどんどんコードをパクることだと思いますね。今日、将棋のね、竜王戦で、豊島名人と広瀬竜王が戦ってるんですけど、皆さん将棋って不思議だと思いませんか？ね、同じ81マスで同じ20枚の駒を使ってルールも分かってるのに、体力差も関係ない、男でも女でも関係ない、でも強い人にはね、絶対に勝てないんですよ。麻雀みたいに運とかないから、ビギナーズラックも絶対ないから、僕がね、プロの人とやったら絶対に、負けると思います。うんね、だからどうするのかっていうと、プロの人の将棋を見て、こうやって、あ、こういう時にこう指すんだなっていうことをパクって自分でやることなんですね。はい、ブログにも僕の書いてるコードってあると思うんですけど、他の人が書いてるコードよりも全然短くて恥ずかしいなって自分の中では思ってるんですが、でもそれぐらいのコードが分かっていれば、会社の、ね、便利な人になれるっていうぐらいのレベルなので、メモ帳代わりにどんどんやっていただければなというふうに思いますね。なんとか、57記事まで来たのかな、毎日更新はしてるんですけど、はい、結構な量ですね。もうなんかエクセルとアクセス以外のブログを書きたいと思いながら、手を抜くと更新が止まってしまうので、一生懸命頑張っている最近の井川でございました。はい、それではですね、来週も、ぜひ、また来週もとか次回もね、私と一緒にエクセルアクセスのスキルアップ向上のために、頑張っていきましょう。はい、では井川直輔がお送りいたしました。はい、ごきげんよう。次回までさよなら。本日も最後までご視聴ありがとうございました。KU 企画ではアクセス、エクセルの業務ファイルの作成、エクセル、アクセスの研修を受けたまります。法人個人を問いません。 KU 企画のサイトでは動画とブログが一体化しています。アクセス、エクセルのスキルがさらに向上します。給与明細作成、データベース作成、 Excel とアクセスの連携、
ご用命は経由企画まで。